モシェ・シャレットは、イスラエルの政治家、首相、外相を務めた。ロシア帝国の統治下であった、ウクライナのヘルソンで生まれる。1906年に、オスマン帝国が統治していたパレスチナに、一家は移住し、ラマンラーの北にあるアインシンや村の賃貸住宅に住んでいた。1910年に、彼の家族はヤッファ移り住んだ。ヘルズリア・ヘブライ高校を卒業後、 ロンシュラミット音楽院を経て、イスタンブール大学に進学し法律を学ぶ。しかし、第一次世界大戦が勃発したため帰国し、通訳としてオスマン帝国軍中尉に従事した。シャレットは、ベングリオンら暗殺作戦に、積極的な強硬派と比較して、外交で実国の安全を担う恩恵派に属していた。彼は、 レバノンのアルスルフ首相と秘密裏に交渉し、アラブ人との対立を平和裏に解決していたいと思っていたが、ベングリオンは反対し、結果アルスルフの暗殺を支持し両者の対立は決定的となった。その後もベングリオンとの対立は続きベングリオンは当時外務省に属していた政治局を自分の直属にし、またモサドと解明させた。ベングリオンが退陣すると変わって、 首相の座につき、恩恵派のシャレットはそれまでとは、打って代わり暗殺作戦を重視しなくなった。しかし、フェーダインと呼ばれる秘密裏に訓練されたアラブ人のゲリラ部隊が繰り返し国境を侵犯し、民間人の殺害やインフラ破壊を繰り返す問題を解決できず、国防問題が進展しないため国防大臣にベン、弁護ンを再び任命し、後に首相の座も譲った。 モシェ・シャレット1922年、ツポラ・メイロフと結婚し二人の息子と一人の娘を持つ。元の姓はシェルル徳である。弟のイエフダー・シャレットは音楽家。1954年から1955年までイスラエル首相を務めた。イスラエルの二重シンシェケル紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。